みなさんこんにちは、ゆらまんです。どうぞ。スライムがずっと嫌いなサラトラです。ギャオ、今日は本当は動画を撮りに仏ヶ浦へ行こうと思ったら雨で仏ヶ浦に行けなかったんですよ。で、皆さん知ってる方もいると思うんですけど、この箱見てね。前回スライムを作ったんですけど、知っていますか？動画にも開けてるよ。見てね、見てね。ちょっとね、大惨事が起こった、はい、ところですよ。はい。それで今日は代わりのスライムくんで遊びたいと思います。プランはもうノープランで、ノープランでいきたいと思います。これそれではやっていきましょう。それ最後に喋ることない？これはプーさんだよよーいじゃなくてスライム、ペト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 。はい、こんな感じのようですね。マーブルになってる。前回もマーブルのままだった。見てください、これ見てください。これ、まあ、前回入れたラメみたいなビーズみたいなのが浮き上がってきてるんですよ。これめちゃくちゃ浮き上がってきてるの見える？見える？しかも形ついてるし、型がついちゃったね。あ、でもめっちゃ気持ちいい。裏面気持ちいいですね。ガラスビーズがめっちゃ気持ちいい。ちょっと引っ張ってみようか。引っ張ってみようか。これスライムになったの？前回同様すごいスライムになっています。すごいね。これ一つね、残念なお知らせがあるよ。見ててね。伸びる。伸びてくれ。うわ。切れた。皆さんわかりますか？聞こえる？音。聞こえます？結構いい音なる。パチ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 みたいな。うん、音ちゃんとはなるんだけど伸びないスライム。めっちゃゆら今ねこねてるんだけどね、今から四角で作る。できたかな？上手だね。手に乗せて何の形を作ったかな。めっちゃ伸びる。どっちが伸びるか勝負だ。このまま。なんで？このままどっちが伸びるか。よーい、スタート。これゆっくりで、ね、伸ばした方がいいのか。ちょっとね、結構ね、時間があるんだよ。ほら、ほら、めっちゃ取れる。めっちゃ取れる。これ、腕が疲れてる、毛が。10秒い、あと、待って、薄くなってきた。10、9、8、7、6、5、4、ダメですよ。ゼロなのでもう伸ばしてはいけません。どっちが伸びたでしょう？ちゃんとしっかり伸ばしてください。腕が、はい、そっからここまでね。童貞、はあ、結構長くなった、はい、2つ合わせて伸ばします。大丈夫大丈夫、はい、伸ばして伸ばして。次は答えを教えないもん。ヒントは、山だけど、山に似た形のこと。じゃあ三角？はぁ、正解！え？ベタモンできた。これを逆さにするとベタモン。あれ、口の一種。よいしょ、目玉ついてか完成。バイバイ。広げるなって。だけどできない。
切れないな。切れない。切れない。何を作る？ほら、ハサミ持ってた。ハサミか。だけどパパに割れないよね。何してる？くしゃー。サラはビーズを見つけて素材にかけるタイプだ。カメラができました。ダメ。せーの、サラ上に上げて。そっち。ワイのだからワイでしょ。ワイ、ワイ、ユラのじゃないから。じゃあサラのだからって言えばいいじゃん。ワイだからって言うから誰かわからないじゃん。わあすげえ。あとここが埋まったら、ね、何してんのライム。ヨーヨー状態じゃん。違う、水風船に行って、あの屋台であるやつ。ああ、見てパパ。パパ、サメできた。はい、見せて。目が眠くなる。あなたはだんだん眠くなる。それ一本だね。見て。今日はスライムで遊びました。感想は？感想は面白くて、カバンも作れちゃうなんて面白かったです。うんちとかも去年作りたいな。うんちとか、要はなんかケースみたいなのの上に乗っけたのが楽しかったです。バイバイ。中身でグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。また見てね。また見てね。